はい、できました。質問コーナー、質問数珠つなぎ、最初の質問はこれでスタートしたいと思います。お願いします。やばくね、この質問を見たら、この質問を見たら必ず回答をしてください。質問に答えたホワイトボードに付けます。めっちゃ俺ヤバいツイートになるじゃないですか。え、ここにお前行け。夏か、夏か、よしひろ。え、合ってる合ってる、なんで分かった、え、合ってる、夏かよしひろ監督です。正解です。ドタイヤの問題、最近やった悲しい出来事、はい、お願いします。いいですか。はい、ありがとうございました。だからね、なんかなんすかこれ、最近あった悲しい出来事。最近あった悲しい出来事、最近あった悲しい出来事は特にないです。毎日いいことしかありません。以上です。これでいいですか、はい、まだないっすよね。あたしたむず、悲しい出来事は、僕の日は何をしていますか。この人を見たら必ず回答してください。それぐらいの僕の日は何をしていますか。まだ奥さんと子供は来てないので特に何もしていません。でも、この間まっちゃんとヒデとカルト市場行ってきました。めっちゃ美味しかったです。皆さんもぜひ。チャオ。好きな歌は何ですか。その理由もお願いします。カメラに向かって、僕はモグラの歌が好きです。理由は、自分をこう持ち上げてくれる曲なので、シェアマイとかによく聴いてます。ありがとうございます。よっしゃ、人生で一番嬉しかったこと。OK ですか。ありがとうございます。人生で一番嬉しかったことは、お礼を言われたことです。言われて嬉し、なんか言われるのが、言われたいとかじゃないんですけど、嬉しかったです。それ言えよ。人生で一番気持ちよかったことは、じゃあ行きます。人生で一番気持ちよかったことは、初めてリーグ戦で勝った時です。